熱血硬派が下町を救うダウンタウン熱血物語実況プレイ、私実況者のキョンと申します。じゃあね、今回も次の方やっていきましょう。しかし不意打ち怖いな。やってんの。何を食おうかな。じゃあ19,990 か。何食べようかな。久しぶりに大トロでも食うか。はい、大トロを食べた。パンチが4上がった。力は最高だ。打たれ強さが4上がった。威力が5上がった。おお、現在のステータスですがね、こんな感じです。ちょっとしばらくここで金稼いでてもいいかなね。そうだ、奇襲部隊が得意なのかな。でもま、出会い頭に襲ってきやがるからな、こいつら。よし、今日も山根の断末魔が聞こえる。結構たまらないな。不相な連中どもだな。しかし、じゃん、はっはっ、助けてー。ついに安藤は逃げるようになったか。
助けてー。なんとも隊員のない連中だ。おさあ、君だけだ、山根くん。あ、終わっちゃった。難を逃れやがったな。強すぎる。シクシクシク。はい。光らずだな。待ってたのか。復讐。今日も山根の断末魔が聞こえる。復讐。危ねえなこの野郎。人のものを取ろうと、なんて不手野郎だ。お母ちゃんの断末魔しか聞こえねえんだけどな。あったあった。えれえやられたな。また、泣くか。はい。いらっしゃい。はい。トロを食べた。パンチは4上がった。力は最高だ。ダルゼスは4上がった。気力は3上がった。87回復じゃすげえな。はい。どれくらい上がったんだ。気力は最高まで上がりましたね。もうちょっとで打たれ強さが上がるのか。はい。違うやつが来たな。今度は沼岡工業。これ、ものづくりで作った武器かな、これ。わけねえよな。そんな暇あったらもうちょっとなんかいいの作るよ。お母ちゃん。今日も松本のたくしは叫びが聞こえる。あ、噛んじゃったじゃないか。ほんま奇襲攻撃好きだなこいつら。助けてー。逃げやがった。武器落としてしまったじゃねえか。よし。お母ちゃん。そう、山根の逆襲か。あー、逃げやがった山根。お母ちゃん。くそ、山根め。19000か。こんなもんすかね。
保てなかったな。もうちょっと買おう。じゃあね、もう一回オートロクを。はい、はい。どうだ、パンチは4上がった。ダジザさんが4上がった。記録は最高だ。はい。もう最高ですからね。はい。もうちょっとか。来たー、おかあちゃん。今日も山根の断末が聞こえる。助けてー。おかあちゃん、たわいもない連中どもだ。山根の逆襲か。おかあちゃん、おかあちゃん、今日もお母ちゃんの断末魔が聞こえる。いろいろ仕掛けてくる連中どもだな、こいつらも。また坂口行くか。はっ、危ねえなあこいつらも。商業高校なんだから、お前らもっと商売しろ。助けてー、助けてー、助けてー、お母ちゃん。とりあえず巻き上げるだけ巻き上げましょうかね。じゃあね、切りもいいところなんで、今回のね、実況ね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。